出る出る出る。おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。ジャッカルのですね、ダウズスイマー。これがね、いよいよ爆発するシーズンになってきましたよ。ということで、まずはこちらをご覧ください。おっしゃ。ジョイ君。ダウスイ、ダウスイ。スコー、スコー。よいしょ。でかいか。おお、でかい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 、長い、長い、長い。長い、長い、長い。ちょっと。ゆっくり行こう。あり。でかい、重いぞ。でけえ。おお、新色のダウスイ。夜にこれ長いんじゃないの。ダウズスイマーのドリフトやったことありますか。ないです。最高です。うわ、でかくて入りきんない。この新色がいいね。かっこいいね。ダウスイ新色風、イエーイ。いやー、釣り子さんのガイドも最高です。ガイドじゃないです。イエイ。じゃあサイズ測ろうぜ。口を合わせーの。あー、これで 7-5?7-7? やっぱそのぐらいだよね。7-7 だ。アキシーバス、イエス。ダウスに来た。よし。でもここだとタモ入れができん。やべえ、とこでかけちった。奇跡のコンビプレイできるか。いや、ダース、上がってこれ。やべえ、船が、上がれ、無理か、ちょっと待って、よっしゃ、ありがとう、ありがとう、よいしょ。結構大切にやればビッグベイトまだあるわ。ダウズスイマーに僕はつきましたよ。秋っぽくね、ダウズスイマーね、これを泳がしていたら水柱立ちました。たぜい、ちょっと秋っぽいゴンブと続きで、タックルはバスカラーのダウズスイマーに、ゴライアス、そしてバンタムの組み合わせでございます。はい、というわけでね、仲間のマッチーがね、なかなかいい魚を釣って、夜、あ、ダウズスイマー効くんだなんて思ってね、自分も真似して投げてみたところ、自分にも来てね、夜でも釣れるねなんていうことで、まあこんな感じのタックルで、魚釣っていったんですけども、こんな視認性のいいカラーですね。これ、今年の夏ぐらいに買ってお気に入りでね、今年使ってみようってことでね、投げ出したんですけども、まあ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 、夜でもよく釣れるなって、こんな派手なカラーでね、果敢にバイトしてくれるシーバスって本当最高だなぁなんていうふうに思いますけども、タックルはね、最近よく使ってるこんな感じの組み合わせですね。シマノの、バンタムの、1711H の SB に、これ糸はね、5号の P ライン直結で、そんでもってね、こういうダウズスイマーね、これでセッティングしたんですけども、今回ね、自分ね、一個忘れていったものがあって、はい、このカラー。ね、
これね、持ってはいたんですよ。買ってはいたんですけども、なんとなくね、まあ、こっちも開封してるし、持っていかないでいいやと思ったらね、もうこれでね、仲間のマッチがいい釣りするわけですね。また、あ、またその色、またその色って感じでね、横でボコボコに釣られてね、俺この色しか今日持ってきてないやなんつってね、この色で釣れたんですけども、というわけで、まあ、昼間なんかもね、すごい効くんですけども、夜もねこういうね、視認性のいいから、これなんかはもうね真っ白って感じですけども、このねダウズスイマーね活躍してましたね今回で、まあ、使い方としてはね、まあ、こう夜の釣りなので、こうドリフトの釣りですね、流れのよれとか、まあ、その流れそのものに投げて、でこう横っ腹でね、水入りを受けながらこう流していくと、まあまあまあ S 字軌道なかなか流れが強くて書かないんですけど、そのなんだろう、すごい S 字できちゃうやつより、ある程度その流れを受け流してくれて魅力的に動いてくれるルアーの方がこのタイミングでは効いたのかなっていうところで、まあそこでジョインテッドクローとかとこのダウズスイマー使い分けていく感じになるんじゃないかなと思いますけども、あとはですね、ちょっとジョインテッドクローとかよりなんとなくイメージですけど一段上を泳ぐっていう印象があるので、魚の意識がちょっと表層レンジにね向いてる時なんかはジョインテッドクローよりこっちの方がね、釣れるんじゃないかな。はたまたでもその逆にこのダウズスイマーよりちょっと下のレンジだなって感じた時は、ジョインテッドクローとかに付け替えて投げていくと、まあそれはそれでね、よく釣れるっていうね、そんな感じで、まあこういう大きめなルアーもですね、本当センチ単位でその食い上げてくるレンジっていうのが変わってくるので、まあそこら辺はやっぱこれやあれやいろいろ持っていってね、使い分けていくと面白い釣りができるんじゃないかなっていうことで、で結構シーバスカラーなんていうのもありますけど、こんなね、これバスカラーになるのかな、まあ、とにかくね、あのシーバスに関しては目立つ色の方がなんかね楽しく釣れるなぁなんていう印象があるので、バスでも使うし、まあでも海でもちょっと使ってみたいかもなんていう方はね、こういうちょっと派手めなカラーね、昼間なんかだともうまんまこの視認性の良さがね、あの魚の位置とか、あとはなんだろう、食い上げてくるポジションの見極めとかですね、何してもこう船べりに寄ってくるときね、よく見えるんで、そこにあ、ルアーがあるって、あ、後ろ追っかけてきてる、追っかけてきてるっていうのが、目視しやすいんですよね。そんな感じで、シーバスでも使うよなんていう方は、こういうちょっと視認性のいい色ね、見かけたら、ぜひもんで買いじゃないかななんていう風に、最近は感じております。まだまだね、シーズン始まったばっかりなので、引き続きね、いろんなタイミングで、昼夜問わず投げていこうと思うんですけども、本当にね、魚の反応がいいルアーなので、引き続きこの、もう220っていうなかなか大きなサイズですけどね、大きなシーバス目指して頑張って投げていきたいと思います。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら。まあ、これでも釣れてましたよね、ジャッカルのですねダウズスイマーシリーズ、あとはねこんな感じのビッグベイトのタックルで、いい釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。テキサスバーベキュー風の。